チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの昼ご飯は昨日の残りのお寿司を食べます。今日のあっちゃんちのお昼ご飯は三色そぼろ丼やねんけども、これは子供だけです、はい、あっちゃんとはこうね、昨日のお寿司のことなんでそれをね食べます。一応ねサムネにこれを出しておきましょう。はい、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯いただきます、ね、ちょっとね今ねライブをね増やす習慣をやっててね、ちょっとねライブをちょっと頻繁的にやっていこうかなと。いただきます、うん、ご新規さんをね増やしたいなと思って本当悩んでん。 TikTok ライブをするかせんかで迷ってんのよ。うん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 、お寿司はうまい。まあね、いろいろこうね楽しくやれるのが一番なんで。ただでもね本当にね言葉が出んくなった、うん、脳出血でちゃうねん。どっかの動画でも言った通りやけど、言ったらあかんことが多すぎて、あっちゃんね考えやんと思うの喋っていてライブやってたのに、一個一個考えて言っていいのかあかんのかって判断するから、でもやと、それがあっちゃんがおもろくなくなった理由の一つやと思う。うん、分かってんねん自分で。うん、だからねちょっとねもう元に戻す、元に戻すって言い方もおかしいけど、ちょっと過激派でいく、うん、まあ言い過ぎたかのこともちろんある程度は考えるね。でももう今までほどちょっとセーブをしない、うん、だから失言はあると思うよ。うん、もうね副水盆に帰らずって言ってね、一回口から出たらもう絶対に二度と戻らんのよ。なんかごめんねです、まへんねん、ほんまに考えなあかんねん。それは9年やってきて痛いほど分かった。だから何を学んだんかって言ったら、余計なこと言わないと喋らない。いや配信者としてあかんやんだからね、うん、悩んでんの、ね、が今のあっちの悩み。これね簡単やねん、解消する方法めっちゃ簡単やねん。面食でやったやん、それだけ。うん、メンバーシップでやったらお金払ってわざわざ見に来てくれてる人が集まってんねんから文句言わんのよ。お金も払わんと、お金も払わんとって言い方悪いけど、お金も払わんときねイチャモンつけるやつが多すぎんねんこの世の中ね。だからやっぱりねメンバーシップで好き勝手やるのがいいのかもかよ。うん、そう思うわ。 YouTube にあったら一番いい機能がメンバーシップじゃなく入場制、え、ちゃわ、入場有料制、一本のライブを有料でやる。何が一番いいの？こうすることによって、うん、ね、動画を見れる人、お金を払ってまで見たい人にだけ伝わったらいい。でもやらなあかんのちゃうかなと思う。でも、やっぱり人それぞれ。懐具合っていうのがあってね、でけへんからやってんねん。だからどうしたらいいのかって言ったら、見たくない人は見なければいい、それだけ。文句言ってくる人間見に来るなって言うんだけども、やったらそれ、おい配信者はみんな見てくださいとかって停止せやって言われるけど、それがあかん世の中になってると思うよ。だから見たいから見に行ってんのに、見たくない人文句つけに行く人ってのは来る必要ないよね。だからそんな人のために配信してないから邪魔つけてくるなっていう話なのよ。
と今までになって戻ってるよ。今あれが正しかったんやと思う。ただあの頃は弱かったし、いろんな経験もなかった。あの馬はやっぱり9年やってきて、配信っていうのを知り尽くすとまで言われるけど、ある程度知ったことによってできることやと思う、うん、だからね、やっぱ今だからこそできることっていうのをやっていかなあかんなと思ってんで、それをせずに人の目を気にして、こんなこと言われて、こんなしたら通報されたりバンされて、ああどうしようかなって何も言わないんだったら、おもろないあっちになってもんだよ。やっぱり過激にいかなかんわ、うん、やっぱりあっちゃんのメンターは神岡龍太郎やね、やっぱり、うん、それを忘れたかんわ。今日だから X にそれが出てきたっていうのは、何らかしらあっちゃんを導いてくれたよ。やっぱりね、それを忘れたらあかん。あっちゃんはそういう、ほんまにね、神岡節っていうのがすごい好きでね、あっちゃんはそういう喋りを真似してたのかもわからん。でもそれを忘れてる。いやいやね。もちろん、メンターって一人じゃないね。神岡さんだけじゃないけど、あっちゃんのね、ちょっとお世話になってた、若かりし頃にお世話になったおっちゃんがおんのよ、社長ね。その人も、過激なんよ。神岡さんぐらい過激やねん。でも失礼して怒られますね。余計なこと言うすぎてね、怒られるよね、そのさ、うん、でも人望に熱いのよ。ええー、人なんよ。おっさんそこまで言わんでええで、たちももときやったもん。ね、うん、思い出した。このおっさんが言った言葉。人間ってね、人間だよ。人間っていうもんがな。おっさんの言葉で言うわ。人間っていうもんがな。一生懸命好かれようと思っても好かれるもんちゃうねん。で、好かれようとしても嫌われるもんは嫌われる。だったら嫌われる人間に好かれようとしても好かれることはないねん。だったら嫌いな人間とことん嫌われたらええねんって。好きな人がついてくれてるからって言ったり。ああ、なるほどなと思っとったのに、それ忘れてたわ。やっぱその生き方よ。うん、懐かしいな。うん、なんか若い頃に喋って、人にいろいろ教えてもらって、今があるからね。忘れたか。メンター捕まえておっさん言うたらあげるの。おっさんに一応やねん。まあいろいろでもね、あっちゃんも人生においていろんな人と出会っていろんなことを教えてもらったからね、今があんねんけど、若い頃はいろんなことあったけど、いろんなもん吸収させてもらったわ。人生中もなるようにしかならんし、避けて通れへんもんもいっぱいあるんです。だったら今を全力で楽しんだらええねん、そう思え。だからあっちゃんは今を全力で楽しんで生きていくって決めてんから、そうしよう。もちろんできへんこといっぱいあるで。今楽しむのにね、こんなことしたいな、金あらへんもんできへん。いや、金なかったもできることせえよ。違う、金なかったらできへんもんできへん。え、
うん、それと一緒で、できへんもんはできへん。じゃあ全てが楽しみ。だったら、なかっても楽しみの楽しみをしたらいいね。うん、そう思うわ。まあでも、ほんまに、今まで、人生の中で、今結構、やばいぐらい、リンゴやで。何年か前に、めっちゃ手にゃ、マヨネーズ。何年か前にあっちゃんお金がなかって、ほんまに苦しいね、納豆1パックで3人の生活やから。より今の方がお金、貧乏やで。なんでか言ったら、あの頃は、借金なかった、マイナスなかったもん。今はマイナスやから。あの時よりマイナスや。でも今の方が、人生、楽しくやれてるね。なんでか言ったら、借金してるから。あの頃は借金してないから、あるお金でしか生活できない。今は借金してるから、ないお金で生活してる。逆に言ってら、開き直るしかないっていうね。今月足らなかったらまた借りたらいいね。もう何も怖いもんないわ。いつか積むかもわからへん。積んでも命前どんに行きゃへんよ。だからあっちゃんは今やれることやるしかない。まあもちろんいつまでも借りっぱなしはね、いつまでもあると思うな、借金よって感じよ。ちゃんときっちり返せる日になったら返せるし、それぐらいの勢いでやっていくわ。うん、若かりし頃のハングリー精神忘れたか。若い頃は後先考えずに借金して激しくやってた。プラスもすごいならマイナスもすごかった。借りるときはとことん借りて、限界まで借りて、それをとことん生かして増やす。増えたら増えただけ使う。さらに借金する。で、また増やす。この繰り返しやってきたから、借金は怖くはないんやけどね。今は入ってくるのが少ないから、でもゼロじゃない。納豆生活の時は入ってくるのがすごい不確定やったよ。だから、借金するのも怖かった。今は、借金は怖くない。時間かけても返せないから。開き直ったらこうなんないよ、人間。って言いながらも、今月つまへんかなって心配してんだよ、もちろん。積んだらあっちゃんの人生終わり。でもなんとかこれがね、やってこれてんのよ。さらに引っ越しっていうことでお金使ったし、家賃っていうお金を使うし、ね、だんだんひどくはなってきてるよ。でもその分、良くもなってきてる。まあ、どっちにしろ、楽しんだもん勝ちですわ。ってことで、今日のあっちゃんのお昼ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさま。ということでね、昨日の残り物であってもお昼からお寿司、な贅沢に美味しく楽しくいただけました。これもありやと思います。今日のあっちゃんのお昼ご飯ほぼただ。プラスでね、でっかいシューマイ、280円だかなの半分、140円の半分、70円。美味しかったです。ごちそうさまでした。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんのお昼ご飯良かったよと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。開き直ったらテンション上げ上げです。